Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to K Boys Flutter University. ということで始まりました今週の K ボーイのフラッター大学。担当は私 K ボーイがお送りいたします。5月17日日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、フラッターの勉強の中でも画像の表示っていうところからちょっとやってみようかなと思います。画像の表示して、その後あたりテキストの装飾、文字でかくしたり文字の色変えたりみたいなところをちょっとやっていきたいと思います。ということで実際にね、はい、まずは iPhone のシミュレーターを今回も開いてビルドしていきます。はい、こちらを押していただくかね、キーボードでコントロール D という形で、一旦ね、まずは、まあ、前回と同じやつをねビルドさせていただきます。K ボーイはね YouTube チャンネルいろいろやってるわけなんですけれども、今一番更新もよくしている盆栽プログラマー K ボーイというチャンネルが今日時点で9720とか、さっき見たところだったんですけれども、まあもうすぐね盆栽プログラマー K ボーイも1万人いっちゃいそうだなというふうに思っているところで、シミュレーターのビルドが完了しました。今回もやっていきたいと思います。前回はボタンを置いてこの次へ押すと、さっきのジーコさんっていうのね、出るっていうね、あ、ケーボーイさんかっこいいね、ここにこう表示されるみたいなねところもやりましたね。値を渡して表示するみたいなところもやってみました。はい、前回ねジーコさんというねオンラインサロンにいらっしゃる方がこちらを見て非常に喜んでくださったので、またねこれからもジーコさんのお名前を使っていきたいと思います。まあ、まずはね画像を表示するっていうところをやってみたいと思いますので、このメインダートね、この画面に、このケーボーイさんかっこいいの上にケーボーイさんの画像を貼っていきたいと思います。はい、ケーボーイさんかっこいいって言ってもね、実際にケーボーイさんどういう顔なのっていうね視聴者の方が非常に多いと思いますので、今回ねこのレイズドボタンの上に画像をね置いていきましょう。ということでまずはちょっとアップしてやっていきますか。この今センタービジェットの中にレイズドボタンが入っていて、その中にテキストが入っているので、ここにねケーボーイさんかっこいいというボタンが表示されているわけですけれども、じゃあ今度はレイズドボタンの上下上の方に画像を置きたいので、レイズドボタンのここの場所でキーボードオプションを押しながらエンターして、カラムね置いていきましょう。保存を押すと一番上に上がったんですけれども、とですね真ん中にまた置きたいので、メインアクシスアライメントをメインアクシスアライメントセンターで真ん中の方に送っていきたいと思います。はい、まあ、こうやって今センターで囲まれてるけど、カラム使っちゃうとそのカラム全体はセンターにいたとしてもカラムの中身自体はセンターにならなかったりするので、まあこういう風にね、はい、メイン アクセスアライメントでこう上に寄るのか真ん中寄せなのか、下寄せなのかっていうところを調節できますし、実はクロスアライメントっていうのを使うと、これでもこれをスタートすると左に寄るはずですが、センターで囲まれてるのでちょっとセンター消しますね。センター消して、あ、ほら左寄せになったし、これをセンターにすると真ん中寄せになると思ったけどなってくれないのはあれだな、ここがここの領域が絡むだからだな。ということで、まあこれでセンターにするには多分さらにコンテナで囲んで、コンテナの水をダブルドットインフィニティにする必要が、そうですね、これでカラムが全体横全体に広がって、クロスアライメントでレフトしたりね、あれ、そうだね、スタートだ、スタートしたり、エンドね、エンドだったら右行く、センターみたいな。はい、ということで、まあ今日の本題じゃないんですけど、カラムの上寄せ、中央寄せ、下寄せ、左寄せ、右寄せみたいなところでこのアライメントっていうのを使うので、ぜひ覚えていてください。まあ、また別の動画でもやってもいいんですけど、こんな感じですね。はい、ということで、まあ、今回勉強してほしいのは、まあ、今のもそうなんですけど、画像を勉強してほしいので、早速ね、ここのレイズボタンの上に画像を置いていきたいと思いますが、画像に当たるウィジェットが何なのかっていうところを把握していただきたいので、今日も公式ドキュメントの皆さんにお越しいただきましょう。はい、
ということで公式ドキュメントを開きました。はい、公式ドキュメントのドックスね、フラッター .dev.docs に行きますけども、ウィジェットカタログをしていただいて、今日はね、画像を表示したいのこのアセットイメージ&アイコンズっていうやつをやってて、ちょっとまあイメージとアイコンどっちもやってみますか。それぞれイメージとアセットバンドルっていうのもあるんで、今日はまあとりあえずこれとこれが優先順位高いな。イメージとアセットバンドル、あとアイコンもできたらやりたい。じゃあイメージからいきます。一番サクッとできるから、これイメージね、やっていきましょう。はい、まあ画像を表示するのには、まあ、さっきイメージとアセットバンドルって言いましたけど、2種類あって、ネットに落ちてる画像をこうやって URL 貼ってアプリに表示するパターンと、アプリそのものの中に画像ファイルを突っ込んでそれを表示するっていうね、大きく2種類画像を表示するのにあると思うんですけど、まあサクッとね画像表示を体感できるのはこのネットワークイメージなんで、こっちにしましょう。イメージドットネットワーク、はい、ここにレイズボタンの上にイメージドットネットワークのやつを貼っつけて、カンマ押して保存。おい、袋が出ました。結構簡単だと思いません？こういうの見るとフラッターって余裕だと思いません？これこんな簡単にシュッて表示できるんですよ。まあ簡単に一応説明すると、このイメージっていうねウィジェットがあって、イメージドットネットワークカッコで囲んだと、ここに画像の URL を貼るとその画像が表示することができるというのがイメージウィジェットですね。はい、ここの画像ね、一発ちょっと違うのに変えていきましょう。このままだとこれが K ボーイさんかっこいいっていう風になってしまって、 K ボーイさんがフクロウっていうことになってしまうので、 K ボーイさんはフクロウではないので、Twitter から K ボーイさんを探してちょっと画像を貼っていきたいと思います。はい、こちら K ボーイの Twitter となっております。はい、ですね、画像をちょっと K ボーイの画像をね押して、画像アドレスコピーして、ここの URL をK ボーイのアドレスに変更しました。これは Twitter のね、画像 URL なんですけど、画像 URL っていうのはね、こう拡張子が最後ね、.jpg とか .png とかになってたりすると思いますが、これで保存すると、あ、なんと、K ボーイが出てきましたね。こんな感じで、ネットに落ちてる画像を表示するのには、イメージ.network。一応、さっきの、こちらのドキュメントにある通り、これでもいいと思いますよ。これもちょっと上に置いてみます。あ、ちょっとすいません。これで、あ、袋もあんな、なんでちょっとはみ出しちゃったけど、この表示の仕方でもできますね。ちょっとこっちを警報にしてみますか。はい、こっちちょっと消します。こんな感じでイメージウィジェットの中のこのイメージにネットワークイメージを突っ込むというような方法もあれば、さっきみたいにこうここにイメージドットネットワークっていう書き方もあって、まあ、やってることは一緒で作り方は違うって感じですかね。まあ僕はなんかこっちの方が覚えやすそうと思いますが、ご自由にという感じでお願いします。ということで、まあ一旦今日はねこっちだけにしておきますか。はい、こんな感じでケボーイさんかっこいいということができました。じゃあ次は K ボーイさんのこの画像を保存して、でこの保存した K ボーイの画像をここに表示するっていうのをやってみたいと思います。じゃあさっきのもう一回 K ボーイの画像をね表示しますか。ここでこの K ボーイの画像を今度は、画像を保存、名前つけて画像保存で、まあ、K ボーイとでダウンロードに保存します。保存されましたね。はい、でちょっとこの後のやり方なんですけど、ちょっとドキュメント見ながらねやっていきましょう。このイメージドットアセットっていう方法ね、これこの方法を使うんですよ。イメージドットアセットコンストラクターっていう方法を使うとローカルファイルを参照できますが、やることが2つか3つぐらいありまして、まあ、こうやって書けばできるようになるんですけど、まあやりますか一旦。まずここにニューダイレクトリーを作りまして、ディレクトリーかもしれないけど、イメージズのフォルダをこのコリアンダークラスのね、コリアンダープロジェクトの中に作ります。で、この下にさっきダウンロードした K ボーイをね、ちょっとドラッグ&ドロップしていきますけども、ここに、おい、入ったかな？
わかりました。kboy.jpg をここに向けてドラッグアンドドロップしました。ということで、プロジェクトの中に kboy が入ったので、これを参照するときはここに書いてある通りイメージ .asset っていう書き方をするんで、ちょっとここを書き換えますね。イメージ .asset イメージズ、このねスラッシュ kboy.jpg ですね。僕のこのファイルの場合は jpg だから jpg で、これをちょっと保存してみるとエラーになってしまいましたね。そうなんですよ、 unable to load asset ということでエラーになってしまいました。そう、結構ねやりがちなミスなんですけども、ここに保存して、ここにアドレスをね書いただけではできないんですよ、アクセスが。これはねフラッターなんで、またちょっとね若干めんどくさいところなんですけど、 pubspec.yaml っていうところにねアセッツをね何があるかっていうのをこうね教えてあげなきゃいけなくて、pubspec.yaml どこにあるかっていうと、ここにこの辺にあるこれねあるんですけど、ちょっと初めて今回フラッター大学で pubspec.yaml 開きましたけどもね、いっぱいちょっと書いてあるんで、この緑色に見えるこのシャープでやってるやつはコメントでただのねメモ書きみたいなコメントなので、ちょっと見づらいんで消させていただきますね。消しますね。はい。今後ね、pubspec.yaml をね、まあまあ使うんで、例えばライブラリを、外からのライブラリを入れるときとか、今回みたいに画像をね、使うときとか使うんで、はい、覚えておいてください。これでちょっと一旦ね、ちょっと整理させていただいて、で、またちょっと保存するとまたこれになっちゃう。はい、もう一回 pubspec.yaml ね来たんですけれども、ここ見ながらちょっとやっていきたい。このフラッターっていうところの下にアセッツっていうのを作って、この下になんかこんな感じでやるんですね。ちょっとコピーしちゃいますよ。これフラッターはこれね、フラッター use material design っていうの今なんですけど、その下にもこれやります。こんな感じでイメージズのアドレスを書くんですよね。ここにさっきだったら kboy.jpg ね、これでいけたほらできた感じで、イメージのこのイメージのパスっていうんですか、パスというかこうイメージの場所をここに書いてあげないとイメージ .asset 使えないんですよね。なのでこれ気をつけてください。やることは、まあ、3つですね。1つ目がドラッグ&ドロップとかでここに画像を入れると、直接ね。でここに画像を入れたら、次に pubspec.yaml のこのフラッターの下にアセッツっていうのを作って、ハイフンこの場所よ、イメージズのイメージズスラッシュ kboy.jpg って感じで、どこにその画像があるかっていうのをこう書いていく。もう画像が増えてきたら、ここにどんどんパン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 って下にねこのハイフンを書いて、どんどん複数の画像ね、これこうか、そう、こういう感じでどんどん置いていくんですけれども、まあそういう感じで画像の参照をここに書いていって、最後に3つ目に、間違えた、メインこのね画像のイメージ .assets でその画像の場所をねここに囲むとできるっていう感じですね。はい、できます。もう一個だけやってみますか。さっきのちょっとさっきのフクロウのこいつをね保存しよう。all.jpg をダウンロードしたので、ダウンロードから今ねちょっと画面外から出しますけど、こう引っ張ってここに突っ込んで OK、 はい、ここに出たんですが、このままだと参照できないので、 pubspec.yaml に書きます。イメージズスラッシュ、オールっていうんだ、知らなかったけど、オールっていうのを書いて保存したら、ここねオールって書いて保存したら、ほらできたっていう感じで、ローカルの画像ファイルを参照するときはこんな感じでやってみてください。もう一個だけやりますか。じゃあもう一個だけやっちゃいましょう。今日画像系のことを攻めていきたいんでね、このローイメージだけはちょっといいな、うん、なんか難しそう、なんか直接描画するやつっぽいから、これはあんま使わなそうだから、うん、使ったことないし。ということで、アイコンはめちゃくちゃ簡単なんですぐ終わりますよ。
でちょっとこちらね一旦消させていただいて、まあなんか画像をね用意して貼るっていうのは美しいんですけど、まあなんかアイコンをいちいち画像として今みたいに取り入れて使うっていうのは結構もったいないことで、フラッターにもアイコンがもともと用意されてるんですよね、マテリアルデザインの。なのでそれの使い方を教えていきたいと思います。はい、アイコンっていうウィジェットがあるのでこう押しますね。でアイコンでこうカッコして、はい、やつと見てたんですけど、ここカッコ赤くなってるんで、ここにここにアイコンのね名前を入れていくとね、アイコンズドットなんとかプリントだったらプリントっていう風に入れて保存すると、ほらちっちゃいけどね、プリントのマークが出てきました。で例えばこれでいっぱいあるんですよ、これアイコンズの手を押すとなんかいっぱいここに候補が出てきてくれててね、すごくないですかこれ。シェアとかですね、シェア、ほらいっぱいあるね。ここになんか欲しいなんかやつあるかもしれないんで、なんか例えば矢印あるかなとか思ったら、ドットアローとか言ったら、あ、アローいろいろあるじゃんっつって、ここ見たら、あ、これがいいなみたいな感じで選べるし、なんか結構いろいろあるんで、うん、なんか車あるかなとか思ったら、まあカーとかね、やってみたら、カーはあるかな、あ、あったあった、ほら、ダイレクションズカー。こんな感じで、これね。感じでいろんなマテリアルアイコンが表示できるんで使ってみてください。ちなみにちょっと多いようですけども、サイズっていうのを指定してここを30とかねやってあげるとでかくなったり、100とかにしようか、ほらでかくなった、200とか。ということで今回は画像を表示したりアイコンをね表示したりっていうことを勉強しました。はい、復習しますと、いやこのアセットバンドルは結局あんま読んでないけど、まあこういう感じでアセッツの場所を書くよっていう話ね、と画像をねネットワークイメージから取ってくるというパターン、これは一番簡単なパターンですね。で最後にアイコンね、アイコンはこういう感じでアイコンって囲んでやるといろんなアイコンが使えるよって感じで、このドキュメントには色をね指定したりサイズを変えたりとっていう感じで、なんかいろいろパラメーターがねくっつけられるよっていう話してるんで、この辺使うと画像の表現がフラッターでできるようになって、まあ、文字とかボタンだけだとやっぱりね素敵なアプリになっていかないんで、この辺使ってみたら面白くなってくるんじゃないかなと思います。ということで今回画像についてのレッスンは終わります。次は多分テキストの装飾とかいろいろやってみたいなと思いますが、またお願いします。ということで今回のフラッター大学の授業終わりたいと思います。6月からオンラインサロンの追加募集をかけていきたいと思います。なんかいろいろねやっていくうちにオンラインサロンの運営の仕方も最近変わったりしていってるので、またその辺もね告知できたらいいかなというふうに思っております。ということでまた会いましょう。 See you next time.